大変長らくお待たせいたしました。ただいまより打ち水大作戦2018アット横浜開幕式を始めさせていただきます。私は本日司会進行させていただきます、水道局の堀越と申します。笑顔でお願いいたします。横浜市水道局はですね、毎年夏に打ち水を行っております。今年度の中華街の打ち水はですね、開幕打ち水大作戦としても位置づけられております。東京以外で開幕打ち水大作戦をするのはなんと今回が初めてとなります。打ち水大作戦本部さんとコラボレーションして盛り上げていきたいと思います。本日を皮切りにですね、今年度はセンター南のモザイクモール港北、馬車道の横浜アイランドタワーで打ち水を開催いたします。本日は横浜の記念すべき打ち水スタートの日として中華街にお越しのお客様と盛り上げていきたいと思います。それではまず主催者を代表いたしまして、横浜市副市長小林和美より皆様にご挨拶を申し上げます。暑い中お集まりいただきましてありがとうございます。今日は本当にいい天気で、いい天気が続いてまして、打ち水よりもかけたいぐらいですけれども、横浜市はですね、今ご紹介ありましたように、打ち水ということもやってございますけれども、環境先進都市として、地球温暖化にいいことしようということをやってます。ですから日本古来のこの打ち水、余ったお水ですとかお袋の水だとかを使って、環境に優しいことをしようというのが一つ。それから今日はこの中華街でやるのは10回目になります。打ち水がですね、10回目になりますが、いろんな方をお迎えしておもてなしをするという意味もこの打ち水がございます。ですから地球に優しいエコ活動と、それからこれからラグビーオリンピックが、ラグビーワールドカップが来年、再来年はこのすぐ隣で野球ソフト横浜スタジアムでやります。横浜国際競技場ではサッカーの決勝が行われることも決まりました。そうした国の内外からですね、お客様を横浜なりの、あるいは中華街なりのおもてなしをするということで、この打ち水ということでございます。本日はですね、環境省の大気生活環境室長の吉川様にもいらっしゃってもらってますけれども、日頃よりこの水道局のお水の130年前から水をいただいております、道志村の水源林に、の水源林の保全にですね、非常にご尽力いただいております、株式会社ファンケル様、それからメタウォーター株式会社様にも今日来ていただいております。それから今もご紹介ありましたけれども、日本水フォーラムという組織がございます。なんとですね、オリパラあるいはラグビーのトップをやっていらっしゃる 森義郎様がですね、会長をやっている日本水フォーラムという組織がございまして、数々の打ち水大作戦をやってまいりました。その作戦本部がですね、その打ち水日本水フォーラムさんにありまして、今回は初めて10年間続いてようやくここでやってくださいという思いが通じまして、この中華街で開幕式ということになりますので、ここからこの夏の打ち水が全世界に、全日本にですね、広がることになります。日本中で行われると、毎年500万人の方がこの打ち水に参加するという一大イベントになってございます。こんな形で内外のお客様をおもてなしをする、それから地球にいいことをするということで、横浜市を挙げてこの活動をやっております。最後にですね、この活動をひたすら10年間やってきたことに、お力をいただいてございますのが、この中華街の地元でございまして、中華街発展会協同組合の、今日は高橋理事長様もいらっしゃいますけれども、中華発展会協同組合の方々、それから中華街の方々にですね、支えられて、10年目を迎えることになりました。次のステージに向かって、エコ活動と環境保全活動と、それからCO2 削減に向かいたいと思いますので、どうぞ皆様よろしくお願いします。そんなことを頭に描いて、水をかけ合ってください、水をまいてください。今日よろしくお願いいたします。ございました。次にご来賓の方々をご紹介させていただきます。恐れ入りますが、お名前をお呼びしましたら一度ご起立をお願いいたします。
毎年打ち水にご協力をいただいております。横浜中華街発展会協同組合理事長高橋信正様、よろしくお願いします。今回横浜での開幕打ち水大作戦をご提案いただきました、打ち水大作戦本部開幕投手日本水フォーラムディレクター市原信之様、横浜の水源地道志川のある道志水源林の保全活動に多大なるご支援をいただいております。企業の方も参加してくださっております。株式会社ファンケル CSR 推進室課長皆川恵美様、メタウォーター株式会社 CSR 推進室長初俣茂様、本日は熱中症対策で打ち水を推奨しております環境省からもご参加いただいております。環境省水大気環境局大気生活環境室長吉川恵子様、横浜市からは中区長竹前勝、はい、よろしくお願いします。水道局長山沼貴博、温暖化対策統括本部副本部長奥野修平、以上本日は暑い中ありがとうございます。続きまして本日の打ち水に多大なご協力をいただいております横浜中華街発展会協同組合から理事長高橋信正様よりご挨拶をお願いいたします。皆さんこんにちは。ただいま、司会者より突然の指名をいただきましたので、ちょっと慌てて汗が吹き出してるんですけれども、大変真夏の何か、今日は一番、この日が暑いということで聞いております。皆様の、気合と、水で、どうかこの暑さを少しでも和らげて、町に、お目に なる、来会社の皆さんにも、なんとなくこう漁を楽しんでいただくというような形にしていただきたいと思います。こういった機会を、作っていただいたことに感謝すると同時に、やはり継続は力ということで、今後も、継続してまいりたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。続きましてはここから打ち水のお話に参ります。全国に打ち水を広める活動をしております打ち水大作戦本部から お越しいただきました市原信之様よりどうぞお願いいたします。ご紹介ありがとうございました。打ち水大作戦本部事務局の日本水フォーラム市原でございます。本日は打ち水大作戦2018アット横浜エコカスで量を求むを打ち水大作戦本部の開幕打ち水大作戦として合同開催いただくことに対し大変感謝しております。先ほどご紹介ありました通り打ち水大作戦本部の打ち水大作戦は16年前に始まりまして、その時は大江戸打ち水大作戦ということで東京都内での開催となりました。その時は34万人の参加で社会実験として開催をいたしましたけれども、今すでに日本各地で打ち水が行われるようになりまして、毎年500万人ということですっかり夏の風物詩として定着しているかと思います。これには横浜市さんをはじめとした自治体と横浜市中華街さんの皆様のような市民の皆様のご理解と熱意、粘り強い取り組みがあってのものと感謝しております。さて打ち水大作戦本部は今年毎日が打ち水大作戦をキーメッセージとしております。これには打ち水をイベントだけに終わらず一人一人が実践する試みにしたいという願いを込められております。打ち水大作戦の醍醐味は何といってもみんなで一斉に行う楽しさです。ただ打ち水は風呂の残り湯だとかそれで二次利用するという形で一度使った水を使うというこの一定のルールがあります。そして水を溜めていくということは防災の観点からもとても良いことでございまして、その持続可能な社会という言葉が最近よく使われますけれども、こうした一つずつの取り組みがその実現につながっていくだと思います。本日打ち水大作戦を通じまして環境のこと、
また地域コミュニティの大切さについて考えるきっかけとしていただければ幸いと思っております。そしてぜひご家庭に帰られた後も打ち水を日常のこととして実践していただければなと思っております。すいません、最後に猛暑日が続き地球温暖化の影響が明らかになってきております。打ち水はもっともっと注目されていきます。打ち水対策戦の主役は市民、私たち市民一人一人です。さあ本日から夏の打ち水作戦始めてみましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということで、じゃあまず皆さんで打ち水を、していただきたいと思います。で皆様お立ちいただいて、ここの看板のところの前までお越しください。とても暑いので3回だけ分けましょう。じゃあ、私がですね、合図しましたら前で、いただきたいと思います。ではいきます。涼しくなーれ涼しくなーれ。じゃあ最後の1回です。涼しくなーれ。はい、ありがとうございます。ではですね、この後まずご来賓の方たちで写真を撮りたいなと思います。でその後に関係者の皆様もこちらに入っていただいて、みんなで写真を撮りたいなと思いますので、はい、あ、もしあれだったら大きいと一緒か持っていただいて、そのほうがいいですよね。ただ半分着てる。その間にカメラの準備をお願いいたします。まずはご来賓の方たちだけで写真撮ります。じゃあ、はい、はい、チーズでいいですかね。では行きます。はい、チーズ。じゃあもう一回行きます。はい、チーズ。あ、すいません、目線お願いします。はい、行きます。はい、チーズ。あ、 ありがとうございます。はい、あとは大丈夫でしょうか。はい、では、その後関係者の皆様もこちらに、あれ、写りたい方いませんか。はい、皆様階段のところにどうぞお越しください。皆さん、関係者の皆さん、マーさん、おいで。作戦会の皆様も、ヨネちゃん、ファンデルの皆様も、メタボーちゃんの皆様も、水道局の皆様も、皆さんどうぞ。ちょっと行かないよ。ちょっと行かないよ。ちょっと行かないよ。行くのが嫌だよ。ちょっと暑いんですけど、すいません。にぎやかに見せます。いや、3これで全員でよろしいですか。私も入っていいですか。ではすいません、ちょっとやたら右こちらに固まっている気がするので、ちょっと写真映えをちょっと気にしていただいていただいて、じゃあまず真ん中からね、真ん中で左右って言ってください。違いの方。ああ、私じゃあ まず真ん中行きましょうか。はい、じゃあ真ん中の方、はい、長くできないんでよろしくお願いします。はい、じゃあ行きます。はい、チーズ。はい、真ん中ね。はい、じゃあ左。はい、じゃあ左。こっちからも左でいいですね。はい、じゃあ行きます。はい、チーズ。じゃあ右。はい、じゃあこちらです。こちら。はい、行きます。はい、チーズ。じゃあもう一回サービス真ん中。ありがとうございます。はい、チーズ。はい、